来てるわ。ポケモン抽選パ、ルールは簡単。箱の中から紙を6枚引き、その描かれたポケモンでパーティーを作り対戦する。ポケモンスカーレットバイオレットの発売までに抽選パで全ポケモンを活躍できなければポケモン引退。ああ、この敗北と運負けというデススパイラルの中、お前たちが癒してくれるのか。かわいい全員オスだけど、こんなかわいいポケモンたちと僕は相手していいんですか。ボコボコにするぞマジで。覚悟しろよほんまに。この俺のたまりにたまに切った鬱憤を見せつけてやるよ。選出は、ドロンチと、ギガイアス、これでいけます。はい、今回戦い方としてはウリムで壁張ってドロンチで起点作って、最終的にギガイアスでボコボコにしていくという、まあ、至ってシンプルなこのルートで、はい、今回は相手をボコボコにしていこうかと思います。まあちょっとね、相手のパーティー特徴としてはあくびを全員覚えるので、あくびをちょっとギガイアスに入れられないように戦っていくことが、まあ、とても重要かもしれませんね。はい、そういうことでよろしくお願いします。ちなみにこういうパーティーに限って僕はクソ運負けが多いので、そろそろ PTSD 発症するんじゃないかと今非常に焦ってます。さあ、そういうことで張り切って壁を張っていきましょう。 PTSD は下げていかないとね。さあ、名刺交換をするかのようにお互い壁張りターンから始まりましたね。まあ、これを壁張ってしまえばもうこっちの僕のもんなんで、ここじわりいっちゃいましょう。もう相手が、まあ、意図的に運ゲー仕掛けなかったとしても、僕はね、ここで運ゲー仕掛けるからね。よし、いいね、オッケー、いいね。まあ、相手も最高技術で、まあ、得を 10% 引いたから。だからね、あのね、運の下振れはあるんだけど、なんか知らんけど、ウリムはね、ちゃんとじわり当ててくれるんですよね。これだけが僕の唯一の救いですね。本当に。まあ、これあの地割れ見せたんで、さすがにリーフィア、ここを倒してくださると僕は思っておりますが、どうでしょうね。種マシンガン。いや、これを運の下振れ。一発で倒してったわ。これはね、いけるかもしれん。いや、ウリムは今回めちゃくちゃ頑張った。で、ドロンチで、鬼火出て、身代わり張ってしまったら、もう、多分、こっからもう私の、決定限界に、入れることは間違いなく確定してる。なんか覚えたっけ？ちょっと待って。あれ？ディーフィアってなんか覚えましたっけ？なんか特別、なんかやばい技覚えた記憶ないけどな。さあ、ちょっとダイマックスをされるのは非常に嬉しくはないんですが、よし、当ててくれる！いいよ！めちゃくちゃいいよ、今のところ。ダイスチル、なるほど。ダイスチルは嫌ですね。これ身代わりギリギリ残せるんで、これは身代わり張って、竜の舞を継いでいく流れでいこうかと思います。はい、身代わりで。いや、来てるね。来てるわ。なんならここで降参してくれたら、ウリムとドロンチを活躍にさせることができるから、僕はめちゃくちゃ嬉しいぞ。まあそういうことは張り切りながら今回は戦っていきます。はい。さあ、HB のドロンチですからね。そう簡単には身代わりは消えませんよ。そして、竜の舞します。降参もらえそう。なんならこの段階で。よし。いいよ、今のところ。ダイマックスターンを、枯らすことができるっていうのに意味がありますからね。さあ、相手もリフレクターのターンがあるから、ちょっとそれも枯らしたいんですよね。アースで来てくれるんだったら、これダイスチルを、二段階上昇させずに済んだから、これギガイアスの通り結構良くなりますね。悪くはない。で、相手のリーヒは多分 HA ブリらへんっぽいから、その辺も、まあ、なんとなく分かることもできる。なるほどね。あとリフレクター2ターンだから、ここも一回身代わりして、さすがに種マシンガンも5連打でも多分割れないだろうから、開けまいね。オッケー。だとすると、素早さを確認する必要があるか。45だからこれあんま意味ないな。どうしようかな。まあ、バトンはするか。ここでもっかい研磨してくる可能性があるから、そこ次第か。わからんけど。多分ここ相手もっかい研磨してくるんじゃない？だよね。で、こっからですよ。こっから。
で、どうしようかな。さすがにこれは、リフレクターなくなって、こっちの壁なくなって、さすがに、これは身代わりはちょっとなくしてもいいかもしれんな。仕方がないですね。第6いきます。しゃあない。これでなんか身代わりをさ、残した状態で、なんか3発ぐらい余分に、ギガイアス本体に当たったら、ちょっとこれさすがに目も当てられなくなっちゃうから、ここは多分、弱点保険もらって、そっからギガイアスで返り討ちに合わせる方が強い気がするので、これでいいと思います。種マシンガンだからね。いや、結構食らうな。待て、いや、これ結構食らうことにびっくりしてるよ。いや、種マシンガンっていうところが嫌すぎるな。止まれ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 、せめてこの辺で止まってくれ。よし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 。3発で収まるならいい。ちなみに、これ、ちょっとリーフィアも耐久高いからな。あ、倒せるな、オッケーです。オッケー。オッケー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 。ならいいや。で、特防方向は、ギガエス硬いんで、それも全然問題なくて、なおかつ、物理の方も、そこまで、防御も別に低いわけではないので、まあ、これはまあ、実質、僕の勝ちではないでしょうか。よっしゃ、対戦ありがとうございました。なるほどね。マイナーポケモンたちに、パーティーに運の、負の運巻きを押し付けていくっていう、こういう仕組みになってるのか。対戦、よろしくお願いします。今回の戦術は、コジョフ、ドラミドロ、カマスジョのこの3匹戦っていきます。正直ね、やばい。もうこれ、マジでどう勝てばいいんだ、俺の今回のパーティーは。ギガイアスから、こんにちは。ギガイアスは、まあ、まだ相手はできるんでいいんですけど、どっちから入ろっかな。え、頑丈？珍しい。頑丈型なのは結構珍しいですね。ちょっとね、ここを一回確認。冷静に行くんだったら、ここは一回、ヘドローウェーブから入るのが一番いいですね。で、適応力なんで、シャドーボーよりもヘドローウェーブの方が火力が出るというわけですね。はい。なので、ヘドローウェーブから入って、そっからハイドロポンプで倒していくという流れで行こうと思ってるんですが、あまりにも強くてビビってます。え、強っ！え？マジ？こんな食らうの？ヘドロウェーブで。半減なのに。ちょ、ほんま頼むわ。お、命中率恐怖症やからさ。ちょ、ほんまにお願い。お願い。ほんまにお願い、ここ。頼むで、ほんとに。ちょっと、HP 削れると、ちょっとクロマトリックスめちゃくちゃ怪しくなるから、ここはね、ぜひとも倒したい。ああ、よかったー。もうダメだ。もう最近僕も、命中が100ない技がもう PTSD 発症しそうで、もうトラウマが再燃しそうで嫌なんですよね、本当に。もう怖い。怖いですもん、本当にポケモンバトルが最近。もっとなんか、平和なバトルしたいねんけど、バイユールはちょっと、舐めすぎ。いや、絶対それ受からんから。後ろこれ誰？いや、コットンが、いや、ワンチャン多分、申し訳ないけど、多分、後ろ誰も受からんと思うぞ。いや、多分ワンチャンね、バイユールワンパンでいきます。もうめちゃくちゃ致命傷まで行くよね。これもう、分かってた。分かってたんでいいんですけど、これどうしようかな。まあ、結局上取られてることは分かってるから、もうダイマックスしてもいいんですよね。根拠としては、後ろがザシアンだった場合、スイスイでカマスジョーが上を取ることができるので、まあ、いいんじゃないかなと思うんですよね。なので、ここはもうザシアンケアして大ストリームから入ります。まあ、とはいえ、バイユールがわざわざコットンガード積んできて戦ってくるわけだから、まあ僕の予想ですけど、まあ、バドレックスあたりなんじゃないかなとは思います。で、今回ドラミドルは突撃直球持ってるので、クロバドの大サイクは耐えます。はい。なので、ここは別にバトンタッチはされていいですね。で、ここでなんか、バドレックスとかザシアンとかで、ヘドロウェーブを中途半端に受けられることが一番の負け筋なんで。はい。なので、これでいいです。あ、これ勝っちゃったな。あバトンタッチで欲張るのは、良くないね。普通に勝っちゃったわ。相手も、なんか、僕のパーティーが、禁電がいないから、なんかすごい情けをかけてくれましたね。対戦、ありがとうございました。皆さん、ドラミドロは舐めすぎるとこうなりますので、気をつけましょう。今回の戦績は3勝11敗の勝率 21% で収まりました。
感想ですが、今回ちょっと露骨に運の下振れがひどかったですね。いや、ほんまはなんか運負けを理由にはしたくないんですけど、今回は、運負けひどかったですね。まあ、普通になんかザシアンとかでボコボコにされる試合は、まあ、そこそこあったんですけど、なんか勝てそうな試合に限っての運負けがなんか露骨に結構あって、それが結構、足を引っ張りましたね。まあ、ポケモン単位で行くと、もう、カマス城のスケールショットはもう信用できないなと。いうことで、もう今後はもう一生使わないなと心で決めました。あと、古城風の飛び膝蹴りもあれは当たらないんで絶対入れるのやめましょう。インファイトにしましょう、皆さん。はい。そういうことで、ここまでご視聴ありがとうございました。もし、なんか運気を上げることができるパワースポットを知ってる方がいらっしゃったらコメント欄で残していただけると幸いです。ありがとうございました。